森だけのハッピーナイト。せーの、8時だよ。はい、始まりました。森だけのハッピーフレナイト、本日もスタートさせていただきました、はい。まずは鳥越流鳥越アズール U1 でご覧の皆さん、はい、本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、そして私、タケ・ウケタです。いや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 、はい、今日はね、やっぱり落ち着くね、あなたが隣にいるとね。久しぶりだよね。まあ先週ね、ちょっと私、ね、大阪の方に行っておりましたので、うんうんうん、ここには永田英二さんがね、そうですね、こっちの席か、そういやね、永田英二さんがね、はい、あのチケットで、はい、お手伝いいただいたわけなんですけれども、はい、さあ今日はですね、まあ、正式な公式なのりたけで、はいはい、お届けしてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。いや、しかし暑い、暑い、ね、いつまで暑いこれ。あのね、今年は10月まで暑いって。うん、見た？マウイ、それからマウイの火事、うん、それからなんか今ちょっとオアフもなんか火事になって、そう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 、そして、その後ヒューストン、ヒューストン、それからスペイン、うん、そしてなんかカナダの方も、いやだからね、どうしちゃったの？ちょっとやっぱり世の中今おかしいんですよ。おかしい。これはね、もう本当にね、何だろうな、何が起きてるんだろう。あのマウイの火事だってもうね、死者もね、もう100人以上出ちゃってるしね。だってね、まだ連絡つかない方もね、そう、もう1300人ぐらい全然連絡つかない人がいるみたいな、ね、本当にね、いろいろとこの先が不安になってくる、うん、やっぱりおかしいよね、この暑さというね。おかしいおかしくないのは僕たちだけか。まあ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 、前からおかしいからね。そうそうそう、僕たちはもう前からおかしいからね。おかしいからね、やっとなんかこう、うん、世間がこう揃ってきたみたいなね。そういうことにしとこう、うん、そうだね。はい、はい、まあ、先週はね、うん、その永田英二さん、はい、にお手伝いいただいたわけなんですけれども、私もね、Zoom でちょっと参加させていただいたんですが、うんね、やっぱりさ、うん、絵的にさ、うん、男二人ってさ、やっぱりなんかさ、やっぱりね、ちょっとね、絵面がね、こう画面見ながらね、やってたんだけど、うんうん、おかしい、ね、やっぱり、ね、やっぱりなんか女性じゃなきゃダメ、見た方がいいね、やっぱりノリじゃなきゃダメ。でもあなた忙しいよね、ロコンとこね。ね、今月だけなのよ。めちゃくちゃハードスケジュールだもんね。8月だけどうしたのっていうぐらい、どうしたのって感じだよね。9月からまたチーンって暇がある。どうしちゃったんだろう。なんかね、あっち行ったりこっち行ったり飛び回ってるしね。そうなんですよ。でもね、大阪行きも、うん、またま台風の切れ目というか、うんうんうん、よくスムーズに行って帰ってこれたわけ。タイミングがだから、そうなんですよ、もうベストだったね。ベストでした。で、実は明日からまた奈良に行かせていただくんですが、うん、みたいだね。そこも、うん、今ちょっといなくなったでしょ、台風、うんうんうん、よくない？良いの、もう良いの、新幹線待ってられないよ。今日あたりまでね、やっぱりね、おかしいの、おかしいんだってね。あのあれがまだね、まだ、ね、ね、新幹線がダイヤが乱れてるみたいなんだけど、まだね、うん、明日はね、絶対平常通りになるね。もうだから、はい、よかった。だからね、よっぽどやっぱり今いいことしてたんじゃない、ここ最近ね、日頃の行いが良かったんじゃないの、のりちゃん。でもね、本当になんか先週は大阪、はい、明日は奈良、はい、なんかちょっと本当に旅疲れ。そうです ね、 ちょっと顔、あの大阪から帰った時にちょっと顔が疲れてたね。ね、なんか美味しいもんいっぱい食べてきたんだって。あ、そうなんですよ。いいホテルに泊まってね。そうなんですよ。もう本当にいろいろと、ね、ご用意いただいて。でもなんか300人ぐらいのパーティーでね。あ、そうですね。本当に素晴らしい、賑やかなパーティーだったね。大盛況、大盛況だったね。そこでは歌は歌わなかったね。歌歌ってない。あ、そうなんだ、うん、何もしてない。あ、そっかそっかそっか、うん、歌わない。なるほどなるほど、うん、歌えない。歌えるじゃないの。最近なんか歌えない歌えないってさ、歌いたくないみたいじゃない。いやいや、そんなことないですよ。うん、どんどん歌わなきゃな。その場があればもちろん歌わせていただきますよ。はい、はいはいはい、ね、そうなんですよ。それでね、うん、奈良って今話が出たんですけれども、はい、この番組、一時ずっとこう、まあ、試合もさせていただいた、うんうん、奈良の、うん、あ、近鉄奈良の駅からもう歩いてすぐのところに、はい、サイエンという、うん、野菜ダイニング、はいはいはい、まあ、レストランがあるんですけれども、そ、ね、はい、そこが、まあ、オーナーが久保田さんとおっしゃるんですけれども、うん、レトルトのね、うん、パエーガマジャとか、うん、それからポタジェライスとか、うん、そういったあの、まあ、コロナ禍ってこともあって、うん、
ちらですね、コロナ禍ってこともあって、何家にいながらレストランの味を楽しんでほしいとか、うん、はいはい、そういうちょっと災害時にも、ちょっと心が豊かになるような、うん、まあ、食でね心が豊かになりますように、うん、などと考えて、うん、パエーガマチャ、あ、これこれこれ、パエーガマチャ、炊飯器で簡単に炊ける、僕の友人がこれを見てお求めいただいた、すぐ注文してくれたんですよね、確かね。そうです、そうです、ありがたいですね。そのパエーガマチャとかポタジェライスっていうものを、うん、ポタジェス、うん、ポタジェライス、うん、ポタジェライス、うん、ポタジェライス、うん、うん、そうそうか、旅ボケしてんじゃないの、旅ボケ、うん、なんかね、とにかくそういうのを開発されて、はいはいはい、いろんな賞も受賞されていて、うん、あと奈良の四市では、うん、もう非常食としてもう認定されたぐらいの、うん、もう安心安全食品なんですよ。で、そういう展開をしている三苑のオーナーの久保田さんが、うん、まあ、昨年も私お手伝いさせていただいたんですけれども、そうだよね、確かね、すんごい熱い男で、うん、なんていうのかな、個人の力で、うん、なんていうの、子供たちに、なんか未来の子供たちを少しでも豊かにっていうね、そういう熱い思いで、素晴らしいね、そうなんです、うん、熱い思いで、うん、そのレストランに、うん、児童福祉施設の、うん、まあ、いつも違った児童福祉施設なんだけれども、うんうんうん、子供たちを招待して、うん、フランス料理を召し上がっていただくわけなんです。子供たちにね。そうなんですよ。でね、その時はね、またね、普段でも私たちがそんなしょっちゅう食べれないような、うんうんうん、そんなもうゴージャスな食材を、ね、そうなんだ、用意して、そうです。前回なんてね、アワビとか、なんかトリュフ、アワビと、とにかく普段でもそうそう大人でもあんま食べないような、いわゆる豪華な、そうなんですよ。そう、今年はね、どういったものになるのかなと思って楽しみなんですけれども、そうやって、児童福祉施設の子どもたちを招待して、うん、でフレンチを召し上がっていただいて、うん、でそこで私は進行役と、うん、それから簡単な、うん、そのフレンチの、まあ、テーブルマナーというか、うん、そういったことを、子どもたちにちょっとお伝えする役目で、まあ、それは新聞とか、はい、テレビとかでも全部取り上げるんですよね。そうなんですよ、奈良テレビ、ね、すごいですよね、奈良新聞、うん、奈良テレビは、うん、ね、その日の夕方の6時のニュースで、うんうんうん、もうすぐ流していただける、だからもうメディア関係もすごく注目されてる、前回のあれを見たんだけど、うん、もう本当にすごい映り方というかね、もう大々的にね、そうです、取り上げてくれてたからね、そうなんです、素晴らしいよね。そうで、それをね、今年も明日行って、うん、本番が20日、はい、明後日、日曜日、明後日なんですね、うんうんうん、だからまたお手伝いをさせていただいてです ね、もう何年目なの？いや、私は2年目なんです。今回で2年目、はい、なるほど、はい、なるほど、もうその久保田オーナーの熱い思いに、うん、いや、これ私もなんかしないといけないよねって毎日ポワ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 言ってるんですよ。ポワポワポワ、あっちゅーってポワポワ言ってるから、あっちゅーとか言ってる場合じゃないねと思って、その日だけはピリッと、はい、でもノリちゃんもそれはちょっとドネーションしてね、そうです、ドネーションさせていただきます、ね、頑張ってね、はい、そうなんですよ、話聞いたけども、そうなんです、それでね、うん、そのドネーションというところで、まあ、この番組のスポンサーもしていただいている、ね、F 紹介、はい、はいはい、の、まあ、中曽根洋三社長がですね、うん、大社長ね、まあ、こんな話をさせていただいたら、うん、あら、のりおちゃんいいじゃない、うん、じゃあね、のりおちゃんとこの売り上げのね、うん、一部を、うん、その子供たちに、うん、どうぞ使いましょうっていうことで、うん、OK いただいて、賛同してくれて、そうなんですよ、なので皆さん F 紹介で商品買ってください。もう私も何枚もね注文してんだけど、サイズがないんですよ ね、 本当にね、人気でね、 F 紹介のね、そう、 T シャツはね、素材もねしっかりしてるし、うもうね、いろんなところにそれを着てったらね、みんなね、かわいい、かわいいって言われる、そうなのよ、でね、やっぱり着てるとね、自分もね、なんかすごいね、なんか今までにない T シャツなのね、デザインがね、そうそうそう、だからね、 T シャツなのに、 T シャツでもうあカジュアルじゃない、そうなの、なんだけれども、うん、全然ね、オフィシャルなとこにも行けそうな、うん、キュートなデザインなんだけれども、素材がすごくいいから、いい素材なのよ、自信持って誇り持って着れる T シャツみたいなね、襟も全然伸びないし、そうなんですよ、もうね、僕もどんどん宣伝したい、宣伝したい、ね、本当にいい T シャツです ね、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、ホームページで、オンラインのこう情報も出てきますので、うん、7つブランドの展開をやっていて、うん、右端の方に皆さん向かって、左端になるかに、テッドマンとか、ちょっと私もこっからだと字が見えないけれども、うん、
イクドイエローとか爆裂とかなんかいろいろあると思うんですね、うんうんうん、上7つ、うんうん、でここが7つのブランド展開していて、私はテッドマン推しなんだけれども、やっぱり、うんうん、あのピークドイエローもねなかなかおしゃれ、あっこれこれこれの T シャツとかもねなかなかおしゃれ、ちょっと T シャツをボンって開けてくれますか、ほらバイクに乗った、なるほどなるほど、なんだかちょっとオイラン風の女性が、またこれテッドマンとはちょっと違う感じだよね、ちょっと違うの、これはピークドイエローって言って、うんうんうん、なんかね尖ったあの日本人みたいな、あれこれピークドイエローの場合って意外とコンビ、あコンビが多いと思ったら下はあれなんだね、あそうね、でもコンビネーションもある、でもなんか襟とコンビが多いね、そう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 、うん、これも私ね結構おすすめ好きなんです、だからいろいろとあるので、うん、これも可愛いね、可愛いでしょ、うんうん、すんごいインパクトあるんですよ、だからバイク乗ってる方なんて、うん、これバックプリントがすんごい柄だから、うん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 、あの何乗ってる背中でこのちょっと浮世絵っぽいなんかオイラン風のこの女子がバイクにガーンってまたがってんのってたまんないなと思って、ね、だからこのいう T シャツを着てライダージャケット着ると合うんだよね、見て見て見てこんなよ、ほらほら、ね、すごいんですよ、ね、なのでね、この辺もちょっとチェックしていただけるといいなと思っております、はい、でそして、はい、そうなるとちょっと売り上げの方のね一部を、一部をね、はい、社長が子供たちに、はい、寄付するということでね、はい、社長じゃないんです、私が木村の美容がね、はい、アンバサダーをさせていただいているので、はい、ね、あの社長より OK いただきまして、はいはい、させていただくのでね、その辺もぜひね皆さんね、お願いいたします、買ってください、本当にいい T シャツだからね、はい、僕も宣伝してるからね、はい、色々とね、ありがとうございます、はい、そして、うん、のりちゃん、はい、なんかさ、はい、噂で聞いたというか、はい、本人から聞いたというか、はい、CD を出すじゃん、何年ぶりかわからないんだけど、何年ぶりに出すのあなた。もう言えない、成人してもうちょっと経った30年ぶりです、ね、えでもね実は僕その CD のジャケ写をちょっと見せてもらったんだけど、はい、いい感じのジャケ写じゃん、なんかさ、どう違う人みたいだよ、えほらほらかっこいいじゃん、これ何年前に撮った写真って感じよ、何年前じゃないよ、この間ですよ全然、あのちょっとデザインしてるので、うん、あのまあシワとかみんななくなってるっていうの、全然シワがないよ、失礼しちゃうわね失礼しちゃうわね、全然シワがないよね、デザインが入ってるから、あそうなの、あのちょっとだっておかしいでしょ、おかしいよこれ、ジャケ写にシワがあったらおかしいでしょ、いやそれはけどこの写真もおかしいよ、かわいいけど、あのあのこれちょっとあのなんつうんだっけ、ちょっと写真を元に、うんうん、なんていうんだっけこういうの、修正、修正じゃない、違う、話が違う、修正じゃないの、違う、写真を元に、修正じゃないの、修正を元に、修正を元に、似顔絵みたいな、そう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 、なるほどね、修正、あなた何をしゃってる、ごめんなさい、本当に大丈夫ですよいやでも可愛い、もうこれからね、うん、私石川雄大さんと番組やろうかな本当にもそうなんです、まあ、とにかくねそんなことでちょっと、ねね、この度でもこれよく撮れてるね、いやよく撮れてるんじゃなくて、本当にもう違う違う違う、そういう意味じゃなくてこれはいいよね、いやだからなんかこれねおしゃれ、ありがとう、うん、めっちゃおしゃれこれ、いやもうスタッフも大爆笑してるから、いやいやいや、もうね笑いすぎ、いやだもう、まあいいんですけど、うん、でもかっこいいね、ありがとう、なんかさ、うん、昔こういうシャレたさ、あのジャケシャって昔結構あったよね、はい、昔ね、いっぱいあったよね、あの顔を写すんじゃなくて、うん、半分写したらとか足だけだとかさ、足だけだとかね、うん、そういろいろ考えたんだけれども、うん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 、なんかもう前顔はもうちょっとあもうトゥーマッチになりそうだから、いやそんなことないよ、あ半分にしようみたいな感じで、えこれってさ、はい、のりちゃん、あのジャケ写の裏とかってのはまたないの、裏あるよ、裏ある、裏も見たいな、裏ドン、そうそうそう、これもまたさ、なんかさ、これねあえてのね、いいヒール赤なのよ、見て何が赤なの、赤なのヒールがあえて、だから真っ黒いこのスーツに足だけこうなんかちょっと女っていうのを出したかったわけよ、あ別にあえてじゃなくたって赤は合うじゃん、いやだからさ、うん、いやそういうことじゃなくて、うん、あの黒のこういうスーツ姿ってそんな女っぽいあの格好じゃないじゃない、うん、だけどヒールで赤っていうのがすごい、そこで女をちょっとこう強調したかったんですね、私の意図としては、うん、え何そのふーんって、もうちょっとなんかないの、え何これ、でもいいね、なんかこう前を見たくなるよね取ってつけたみたいで、ま、前見たくなるよね、いいんですよ後ろ姿ぐらいでいいんですよ、もう本当にいや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 十分でございます、はい、えこれも、はい、写真家の何先生でしたっけ、写真家のほら
なんかほら、たつき先生、たつき先生じゃなくて、たつき先生じゃなくて、違うよ。取っていただけるわけないでしょ。そうだよね。何言っちゃってんですか。ごめんなさい、スルーしてください。はい。そういうことですよね。関根カメラマンが取ってくれました。関根カメラマンがね。はい、関根カメラマンが取ってくれました。優しい人ですよね。はい。関根カメラマンが。いろいろと最近ちょっとお世話になってますよね、関根カメラマンには、ね。そうなんです。もうね、はい、私もね、ライブの時だとか、ね、もう何年にもわたって、あの必ずのりちゃんのライブの写真を撮ってくれて、僕も何回かお会いしてますけどね。そうなんですよ。関根カメラマンが撮ってくれてるんですね。なんかあの人って人間性が写真に出てるよね。すごい優しいから一生懸命いいとこ撮ってあげよう撮ってあげようって、あのなんかそういうものが写真の節々に全部出てるよね。そうなんだよ ね、あのそれはねなんとなく感じた。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。もうね本当に皆さんのお力をお借りして、はい、なんとかやっとっていう感じですね。これはのりちゃん、はい、発売はいつなんですか。 9.13 9月13日です。9月13日ね。面白いな。なるほどなるほど。いやいや、9.13 ね。はい。でございます。楽しみだね。9月の13日を予定してんですよ。なるほど。はい、で、これはどうやったら買えるの、のりちゃん。え？購入方法は。いやだ、例えば、え？例えば、知らない。例えば、こののりちゃんの CD 欲しいなとか、なんかいろいろ友達が、例えば、僕の友達が欲しいなとかったら、じゃあ、どこどこでどうやって買うの？で黙ってんのよ。だから、あ、じゃあのりちゃんに電話をして、じゃあ何枚とかっていうふうに言えばいいのかな、うん、そうだよね、分かった。ネットでも買えるよね。知らない。知らないか。そうか。やばい、知らない。買えるんじゃない。いやでも買えるよ、絶対買えるよ。ネットでもちろん買えるよ、うん、これどんどん宣伝してあげるから俺。ありがとう。マジに。なんかね、うん、QR もあるらしいよ。QR もそうなの、うん、あったよ、うんうんうん、なんかほら QR あるよ。なんかあ、これで買えるんだよ多分。ほらお問い合わせ LINE でしょ、うん、LINE で多分じゃあ注文できるんじゃない。 CD ご購入申し込みフォーム、あ、申し込みフォームほらあるじゃない。そう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 、うん、なんかね、うん、あ、じゃあこれをみんなに教えて、いや、やっぱり私に言って、のりちゃんに言った方がいいよね。うん、その方がいい。あ、そうだね。うん、うん、あの、うん、わかりました。うん、うん、そうだね。うん、で、言って、あの、わかりました。うん、ね、うん、いろんな事情があってね。うん、わかりました。私に言って。そう、でもそれはいいんだけど、はい、それは OK、わかりました。はい、あ、それでね、うん、この、うん、歌もですね、うん、この曲もですね、うん、この CD の売り上げの一部、うん、やはり子供たちに支援させていただくことになりました。あの奈良の、はい、先ほどの、はい、素晴らしい。すごいでしょ。やっぱりほら、私お手伝いさせていただいているから、うん、それね、ユニセフだとか赤十字だとか、うん、それももちろん素晴らしいんだけれども、うん、やっぱり私がやってることだから、もう直接で明らかじゃない。私個人がもうそのまま直接だからね。そう、だからもうそこもさせていただくこととなりまして、で、ですのでこちらの CD も皆さんがお求めいただければいただくほど、その子どもたちへの支援につながりますので、ぜひね、こちらも 9.13 発売になりましたらまたどんどん宣伝しますので、よろしくお願いいたします。お願いします。のりお、9.13 発売します。はい、僕も宣伝してみんなに買ってもらうからね。はい、とにかく宣伝していっぱい売ろうね。はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そういうことでございます、ね、でもあの曲僕チラッと聞いたけど、チラじゃないじゃない、全部かけてるじゃん、うん、全部聞いたけど覚えやすていい歌だよね。まあ、チラッと聞いたけど、もういい加減じゃない。チラッと聞いたけどなんて、本当一流したわけですよ。流したのに、じゃチラッと聞いたって言ったくせに、覚えやすくていい曲だよねなんて、もうどういうこと。本当にもう、まあ、それが竹受けたでございます。まあね、そうですね。ね、そう、今日も番組のエンディングで、うん、アンチェンジングフィーリングスの方はかけさせていただこうと思ってますので、皆さんよく耳の穴かっぽじって聞いていただきたいと思います、はい、それはあの最初の曲だよね。はい、ちょっと昔チックな、うん、両方ともね、やっぱなんかちょっと歌謡曲っぽいんだけれども、ね、はい、ね、そうです、そうですよね、はい、あれはね覚えやすい、覚えやすいよ、ね、メロディーがねすごい覚えやすい。そうだよね、覚えやすいよね、あの単純だから、うんうん、全然あのね 2,3 回聞くとねメロディーがね口ずさめる。そうだよね、うん、本当そうなんですよ、うん、なのでね、そちらの方もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、
あのね、はい、全然話変わるんだけど、うん、どうした？ほら大阪行ってたじゃない、うんうんうん、私、うん、で、ね、品川の駅でね、うん、もうね私本当にね私が行けないのは百も承知なんだけれども、うん、あのほらガラ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 やりながらさ駅行くじゃない、うん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 、で東京ってさ、うん、あのエレベーターがすぐ近くにないのよ。だいたいホームの端とかさ、うん、エレベーター。エレベーター。だからエレベーターって上にビーって行くやつ、ね。箱でガーって行くやつ。うんうん、箱で行くやつ、ね。ないじゃない、うんうん。で、エスカレーターもあったりなかったりして、うんうん、なんかこう、たまっ、あの、見つけるのも大変なんだけども、うんうん、そのガラ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 やりながら、うん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 、あ、エスカレーター。動く階段、うん、エスカレーターがあここあると思っててって言って、うん、それなんかすごい並んでたんだけど、うん、ちょうどこう曲がろうとしたここがぽっかり開いてたわけ、うん、並んでいたんだけども、うんうん、後ろに並んでたんだけども並んでたんだけどぽっかり開いてたから、うん、なんかもうヒューンって入っちゃしまったわけ、うんうんうんまあ、いわゆる横入りですか横入りだよね、まあまあはい、いけないなと思って、まあ、いわゆるルール違反みたいな感じね、まあ入っていったらその前にね、うん、小学生の女の子がいたのよ、うん、その女の子が、うん、すっごい怖くて、ま、前に並んでた女の子そうの振り向いて、うん、キッって睨まれて、うん、ごめんてってだから謝っちゃったよお姉様ごめんなさいってごめんねって言ってでももうさエスカレーターにもう乗っちゃってるから乗るところにさごめんねって言って、うん、エスカレーター乗っていやあれね勇気がいるのよでやっぱり僕なんかもエスカレーター乗ろうと思うと、うん、もう変な話 2,30 人並んでるでしょでね開くんだけどそこに入れないのやっぱり、うん、なんかやっぱり申し訳ないなと思うから並ばなきゃいけないのカラ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 つって開いてたからほえーっつって、うん、疲れてたんだよって入ったら、うん、ギロって睨まれておっとあごめんなさいみたいな無意識に入っちゃったの大人はいけないね、本当ね、気をつけますよ。あれはね、本当にね、本当に僕もね、入りたいんだけどね、いや、申し訳ないなと思ってね、結局並ぶんだよ、ね、毎回並ぶの。本当ね、ああ、いかんなと思いつつ、もうさ、乗っちゃったしさ、まあ、ごめんねって言いながら、うん、子供は子供なりにね、なんかこの空気が悪いなみたいな、ね、この人ったらみたいな、そうよ、おばちゃん、ちゃんと、おばちゃんじゃないから、お姉ちゃんちゃんと、ちゃんと並んで乗ってくださいって言ったんだよ、ね、ママよりも私の方が年上なんですよね、うん、絶対そうだと思う小学生でしょ申し訳ないみたいな本当にねいやちょっとね申し訳ないなと思いつつ、ね、でもそんな子供がいるってことは、うん、またある意味、うん、おすごいじゃんでもなんかその子に拍手してあげたいよねすごいねちゃんとしてるからねそう、うん、すごいなって思ったそうだね本当にそう思う、うんでも今の子供ってねそういうのはっきり言うからねいや言わないのよ、うん、もうものすごい形相で振り向いてクーみたいな、うん、僕なんかはっきり言われたことあったからね、うん、やっぱり子供が並んでるの分かんなくてコンビニでねパッと出したらおじちゃん僕並んでんのってあごめんごめんってね本当のはっきり言われたからね それも本当にねノリと同じで無意識に買っちゃったんだけどもそうってなっちゃっていや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 、ね、でも素晴らしいよね、まあ、その子もね、うん、ある意味ねやっぱりしっかりしてるのよしっかりしてるの女の子はしっかりしてるのよ女の子は特にそうだよ ねだからちょっとピリッとしてなるほどすまんとピリッとしつつあまた大阪行ってさっていい美味しいもの食べてのんびりしてデレーッと帰ってきたんじゃないのデレーッとなんかもさーっと ねもうさーっとしてさそうなんですねまあまあそんなことがありましたよ。なるほどなるほど。はいはい、そうですか。まあ、大人はちょっと行動をね気をつけないといけないですね。なるほどね。そんなことでございます。でもいい勉強になりましたね。はいそうですね。はい、ね知ってる？ん？そういえば。何？私髪の毛切ったんだよ。だから言ったじゃん。10センチぐらい。気づいてる？短くなったねって。気づかないって。わからなかったでしょ？10センチも切ったんだよ。10センチ。やっぱり謝ってる。でもさ、ノリちゃん、みんな気づかなかったね。いやみんな気づかない、ね。気づかないよ。だからなんか思わず、ね、なんか髪切ったんだけど、でさなんかさ髪切ったりするとさよく世の中はさ、うん、あのなんかあったのとかさ失恋したのとかさ、ね、なんかあったのなんて言うじゃない。うん、違うから、熱くて頭切ってきたから。でもさせっかくだったらさ自分ではもっと短くしたかったそうだろうもうちょっと短くしたかったんだけれども、ねうんまあ、いつもねやってくれてるあの担当のね、うん、皆さんダメよのりおさんいつもちょっと短くすると、ね、え短いって怒るじゃないって、うん、だからもうこれぐらいにしてって言われて、うん、まあまあそうだなと思ってでもさ俺疑問に思うんだけど、うん、それ10センチ長かったにしてもさ、うん、それで厚かったから切ったったって変わんないでしょだってこの辺にいっぱいあるんだからあのね軽いから、うん、あの気持ちが涼しい
気持ちがすぎ意味わかんないけど軽いのよ軽いのよやっぱり全然違う全然違うのよあでも違うわと思って髪は多いし量も多いから、うんうんうん、なんかもう歯が軽いわ涼しいわみたいなそんな感じそうこれで20センチ切ったら随分違うけどねそうだね、うん、でもなんかまあなかなかちょっとこの辺を切る勇気がなくてでもちょっとこうセットするのに短いから楽になったんじゃない楽全然違うよね楽ですあと乾くのも早いし、ね、楽10センチって結構切ったよねまあまあ、ね、でもすぐ伸びるんでねそうだねいつもなんか下はちょ切ってるんだけど、うんうんうん、なんとなく同じぐらいの長さで、うんうんうん、そうよく言われるじゃないあの髪の毛もそうだけど爪もそうだけど、うん、すぐ伸びるのがスケベだってよく言う違うのよ夜更かししてるからなのよ夜更かしをしていると伸びたりするのが早いらしいのでその夜更かしがイコールスケベみたいなことになってったのよ、うん、そうなのそうらしいわようーんあそれは昔の人がよく言ってたんだそうそうそうらしいなるほどね、まあ、新陳代謝がよろしいんですねそうだね僕もそうなの、まあ、髪の毛爪早いのまだ老いてないっていうことですね陽気比みたいだよね感じがなんかね、まあ、そういうことですねはいということでですねちょっと近況をね報告させていただきましたけれども、はいまあ、後半はですね、うん久しぶりだねそう今日はね久しぶりもうあの番組のスポンサーもしていただいている株式会社コーチェルトの代表の、うん石川雄大さん、はい、なんとね小顔やったりね、うん、なんか関西もやったりなんかいろいろやってるのも私がやりたいぐらいだ、ね、でもそれ全然なんか聞いたら痛くないって言ってるそうそうそう、ね、ますます透明感あってそうそうますますイケメンになっちゃってそうだって今日見たら久しぶりに会ったらもう本当にシワがないしもうまあまあね30代だからね肌してるもんね本当そうなのそしてはい、そしてそのお仲間の奇跡のマグロ、うんうん、ほうの代表されている宮川大地さんが出るんですお奇跡のマグロのこれね、この番組のスポンサーでリップの、うん会社のオーナーの池田よし子さんがちょっとあるところでご縁があって、うん、その奇跡のマグロの代表の宮川さんと、うん宮川さんのところがね生麦にねお店っていうかあって生麦、うんうん、でその生麦にマグロを食べに池田よし子さんちょっと行くことになって、うん、で私も行くだ行かないだっていろいろあったんでちょっと行けなくって、うんうん、残念なことで行けなかったんだけれども、うんうん、で池田よし子さん先に会ってるわけ、うん、そしたらその後の LINE で、うん、のりおさんイケメンすぎるとか言って、うん、楽しいとか言ってなんか来てて美味しい楽しいみたいなそれが大地くんそうなんですそんなねイケメンのお二人が今日はゲストでお越しいただけますの で、ね、さっきちらっとったけど本当にイケメンだね彫りが深くて ねかっこいいですよねうんかっこいいかっこいい、はい、どうぞお楽しみに、はい、お楽しみにしてくださいということでその前には CM を2本ご覧いただきたいと思いますので、はいリップの CM それからオルゴン療法の CM2、はい、本まとめて皆さんにはご覧いただこうと思います、はい、それではどうぞ。キャリアム。私はこれ心が微笑む愛夢まこと時を超えて未来だけを見つめている生態リズム今日から自分を取り戻すドラマが始まる先週、先々週いなかったんだ1週間いなかったんだ2週間あ、そうだ、2週間だね時間の広場14日もオルゴン療法タイムズスクエアあ、はい
始まってる。はいはいはい、はい、CM をご覧いただきましてありがとうございます。ストーリーの投稿しました。いやいやいや、スタジオ的にはもうあの雄大さんが久しぶりで、ね、いやだもう14日回ってなかったわ、寂しいわなんて言ってたんだけれども、ね、もう我がスタジオみたいで、始まっても携帯こうやって一緒に、そう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 、もう、ね、最初の頃はさ、もう緊張も緊張もございませんみたいな。そうでございますよ、はい、全然緊張もない、はい、今日なんかすごくない、みんな白黒でこうさ、ね、なんか、ね、こう統一したかのような、ね、いいね、感じで、はい、じゃあ、はい、ちょっと改めてご紹介させていただきましょう、はい、私の隣に、いらっしゃるのが先ほど言った奇跡のマグロ、うん、代表の宮川大地さんです。よろしくお願いします。いい男だね、彫りが深くてね。だから池田よし子が、ね、うん、本当に LINE すぐ来たから、本当はあの生麦にって言えないんだ、うん、これね、生麦、そう、生麦にあの池田さんお邪魔したでしょ、はいはい、ちょっと質問があるんだけど、生麦ってあの川崎の方の生麦、そうよ、そうです、はい、あ、そこの生麦、ね、はい、地名の生麦、はい、でその生麦に、うん、あのお邪魔するときに、うん、私も行くとか行かないとかなってて、うん、でちょっと行けなくって、じゃあよしこちゃん行ってくるねって言って、うん、じゃあおいしいもん食べてきてねなんて言ってたら、うん、もうおいしいけどかっこよすぎるとか言って、意味わかんない、イケメンすぎるとか、だってどういうことみたいなもう言ってて、なんかもう本当に ね、彼女なんかヒャーヒャーして帰ってきたみたいな。っていうかあの今までの雄大の知り合いのゲスト何人か出てるけど、はい、まあみんなイケメンだけど、はい、ちょっとまた全然違ったタイプで、ね、なんかアイドル系みたいな感じだよね。そうね、俳優さん。そこと少しワイルドさがあって、ワイルドさがあって、そう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 、ね、そっちのキャラでやってないから。どう、これぐらい言っとけばいい、これぐらい言っとけばいい、こんなもんでいいかな。これぐらい言っとけば、打ち合わせ通りね。ということで、まあ、あのなかなか面白い、うん、その何、経歴というか、うん、キーエンスでだって営業してたんでしょ。営業してます、はい、あの有名なキーエンスでしょ。キーエンスっていろんなことやってんだよね、うん、すごい、はい、ね、すごいもんね。一時株がすごかったキーエンスよね、はい、もう年収ランキング常にトップランカーですからね。そうだよね、 トップよね、はい、でもあれ30万社ぐらいあるんですって、なんかいろいろ聞いたけど、取引先ですかね、うんうん、めちゃめちゃある、はい、すごいね、30万社、30万社、こちら30社、え、なんかしょぼく聞こえますね。ちょっと待って、おかしい振りだよね、あれ、おかしい振りだよね、あれ2週間いないと対応変わります。同じ30だなと思って、いやでもちょっと待って、いや、あのね、35歳で30社どこもしょぼくない、恐ろしいほどすごいよ。35歳で30社だよ。ほらフォローしてる、だってさ、キーエンスでしょ。キーエンスはだって世界のキーエンスなわけで、そ、ね、そんなキーエンス30万が、あ、そうなんだ、ふーんって、え、世界のキーエンスなんですか、キーエンスって。よく知らないけど、うん、そうだよ、はい、そうなんだ、そうだよ。そこにね、営業として10年近くお仕事されてたそうですよ、うん、でもなんか噂に聞くと、うん、トップ営業ですごかったんですよ、ね、そうだろうね、そんなことないです、はい、そうだろうね。そんな経歴を持つ大地さんが、うん、あのまあ、お父さんがね、はい、あのちょっとそういうマグロのお仕事をされていたってこともあって、うん、まあ、後継者がまあいなかったりとか、うん、そのまあ、マグロ、え、マグロって何、絶滅危惧種なの。そうですね、あの5種類ぐらいマグロいるんですけど、うん、あの本マグロ、インドマグロ、うん、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンチョマグロ、うん、一応ビンチョマグロ以外は全部絶、レッドリスト、危惧種に載ってますね。あ、じゃあ、あのよく言う、あの大間のマグロってあるじゃない、はい、あれは何マグロのうち類に入るの。あれは本マグロですね。黒マグロとか本マグロって呼ばれてる。あ、そうなんだ、はい、まあ、そういうね、あのちょっと私も勉強不足で、そのマグロが絶滅危惧種だということをちょっとうっかり知らなかったんですけれども、うんうんうん、まあそんなことから、あの祖父の代からこう続くマグロの産業がこのままなくなってはいかんと、うん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 、そんな強い思いから、うん、まあ、ちょっと引き継がれ、さらにはあの天然のマグロが食べ続けられる社会を作ろうって賛成思ったみたいで、思われたということで、この2019年にこの奇跡のマグロということで販売をするために会社を立ち上げるわけですよ。これ、大地さんさ、はい、この奇跡のマグロって、奇跡ってどういう意味なの。最初のネーミングは、あの家族団らんの場所で、うん、あのなんだろう、お正月、うん、奇跡のマグロを初めてこう食べてもらった家族の
小学生ぐらいかな当時のお子さんが食べて、うんうん、めちゃめちゃ美味しい奇跡のマグロや、奇跡のマグロや、そこから、そこから、そこから、あ、なるほどね、だからあそういう意味なんだね、はい、でね、お父様が目利きなんですよ、うん、マグロ目利きっていうの、うん、なんて言えばいいの、仲買人ですね、あ、仲買人、はい、あ、そこそこそこ、で、そのお父様が選んだ1000本に1本の確率でしか入らないっていう、まあ、なんかね、マグロ軍団のね、先頭を泳ぐらしいよ、なんか、そう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 だ ね、マグロ軍団の先頭を泳ぐ、ね、よく先頭を捕まえられるね、そうですね、ですね、漁法としては、はえ縄って言って、はえ縄、はい、何十キロってこのロープみたいな太い、うん、まあ、釣りみたいな感じなんですけど、うん、効率が良い釣りみたいな感じで、うん、ロープにこう等間隔に釣り針をつけて、等間隔に釣り針をつけて、針をつけていくんだ、でもあれでしょ、そのお父様は1日に300匹ぐらいのマグロを見てる、そっから選ぶわけでしょ、そうです、はい、毎日マグロ見てんだよね、そうよ、毎日マグロ見てんだよね、なんで俺の目を見てもらってるの、いやここに書いてあること言ってるなと思って、だけどその先頭を一応俺もさ一応勉強してきたんですよちょっとだけね、そうだからその先頭を泳ぐマグロを販売してるのよ、それがもうあなたインターネットとかでも販売もして、もうね、それこそ著名人の方々からもそうみたいね、めちゃめちゃ支持されてるみたいです、ホームページ行けますかね、だって見てこの美味しそうな、これは三崎港、はい、オートロ、これはオートロです、オートロだよね、チュッ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 とこう上げていただくと見て、あ、今日ね、スタッフも言ってた、このホームページ見ててやっぱマグロ食べたくなりましたってほらほら、あれ、ほら、ネギトロに入る、今日持ってきてくれるよ、よかったねって言ってたんだよ、あれはすき見焼きセットって言うんだよね、今日持ってきてくれるよって、よかったねって、すき見セットって言うんだよね、すき見焼きじゃない、すき見焼き、間違えた、すき見セットって、いや、間違えた、いやがいらないな、これこのやりとり、いやがいらない、いやいらないね、間違えた、すき見セット、美味しそうだよね、うまそうだよ、やっぱり日本人はマグロ大好きだから、でやっぱさ、うん、本マグロってさ、本マグロでいいのよね、うんうん、今販売してるのはインドマグロ、あ、インドマグロ、はい、そうか、とにかく普通のなんかちょっとところで食べるとマグロの味しないじゃない、いや、でもね、のりちゃんね、うん、中トロ、大トロも美味しいけど赤身も、赤身もね、美味しいマグロは美味しいよ ね、 いよね、はい、赤身はうまいよ、いや、ほんと美味しそうなわよ、で、なんかその、うん、さっき言ってたリップのオーナーのよしこちゃん行った時には、うん、やっぱその目利きのお父様が途中からこう目利きしてくれて、宮川照夫さんね、はい、こういろいろこう、照夫さんですよね、お出しいただけたみたいで、はい、美味しかった、ね、そしてお父さんもかっこいいっす、かっこいいのよお父さんもかっこいいっす、ツーショット写真見たんだけどね、うん、もうね、鳥羽一郎のね、あの世界の感じ、ね、お父さんね、ちょっとこわもてなんだけどね、こういう感じでね、で、横でニヤーって笑ってるのがねこの人なの、もう、あのだいぶ若い時の写真だね、あれね、そう、3、4年ぐらい前ですね、はい、そんなもんなんだ、はい、あ、そうか、そうか、すぐそうやってね、いつの写真とかね、これずいぶん前だとすぐ言うの、いやいや口癖みたいで、癖かもしれない、ほっといてね、話行こう、そして、ついこの間、はい、なんか雄大さん、うんうん、はい、マグロのパーティーかなんかやってなかった、うん、あの寿司会ですよね、はい、出張寿司も今一緒にやらせていただいて、出張寿司、え、それを新しく始めた、あ、出張ね、最近、はい、最近ですかね、最近、そうですね、今年に入ってます、うん、でもやそうなの、それでね、なんかのインスタとかで見て、うん、なんだか美味しそうじゃない、なんで今と雄大さん一人で楽しんでて、どういうことだよ、なんか全然声かけてもらってないもんね、リンともチンともウンともね、全然も、俺だから途中で聞いたの、あれ最近そういえばさ、うん、雄大君全然連絡ないんだけど、ノリどうしてるって言ったら、いや連絡ないのよって言ったから、あ、じゃあ忙しいのかなっつって、うんうん、ずっと話してたんだよね、マグロ食べてんの、ね、マグロ食べてんの次の話題に行くんです、ほら出たよ、いやいやいや今日も、いや奇跡のマグロだから今日そからそう話はそれないから、もともと家でこう寿司会やったりとか、うん、パーティーとか、はいはいはい、やるのが好きで、雄大君の家で、え、そうです、はい、で、まあなんかこうね、一緒にやるからにはっていうので、じゃあそれをみんなにこう召し上がっていただく機会を作りたいよねっていうので、うんうん、はい、最近出張、じゃあマグロを雄大君の家に買いて、はい、おい、なんか作る人がいるわけ、なんか、はい、あの職人さんを、はい、でそれみんな呼んで、はい、それ割り勘でやるの、
いや、大体僕、多分出してくれるの、はい、割り勘じゃなくて、はい、それ、あの、めっちゃ鍛える人みたいな予算確認するのやめてもらってもいいですか、お財布の会費3万円とか言われたら、ね、あのご招待するんで、はい、その人と仕事が入ってんだけど、みたいな、ね、本当ね、いやでもご招待します、はい、ありがとうございます、だって美味しそうな、ね、もうびっくりしちゃった、こう、ね、さっきのホームページもあの情報いただいてみて、ね、うわ本当美味しそうだわと思って、ねね、でそこには大地くんも参加 したりはするの、そうですね、あの知り合いの、まあ、雄大さんとか、うん、あの知り合いの方のところには同席したりとか、ああそうかそうか、基本はあのちゃんとした職人さんにいていただいて、ね、はい、あ素晴らしいね、ねえ、まあ本当日本人マグロ大好きだから、ねえ本当ね、でもこれ食べてみたいですね、本当に食べてみたい、本当に食べてみたい、めちゃくちゃ美味しいですね、本当に食べてみたい、本当に、そしてどうなんですかこの取れ高とか、はい、今後どんな感じなんですか、うん、マグロさっきも絶滅危惧種って言われてたけれども、はい、いなくなっちゃいそうマグロくん、そうですね、やっぱりいなくなっちゃうの、の可能性はやっぱりあるなと思っていて、本当やっぱりそのなんですかね、その祖父の時代とか高度経済成長で、うんうん、こうたくさん取って、うん、どんどん売るみたいなところでよかったんですけど、うん、今この時代が変わって、うん、もうなんですかね、物流の仕組みとかがこううまくいかなくなってしまって、うんうん、まあ、漁師さんが取りすぎちゃうとか、うん、あそうなんだ、じゃあちょっと無駄なもったいないことも起きちゃってるんだ、 ます、ね、あそうなんだ、その取りすぎちゃったものってどうなっちゃうの、だってやっぱりあの時間が経っちゃうと鮮度っていうね問題も出てくるだろうし、うん、そこの辺の人で食べる人だってそんなもん、うん、大して追いつかないだろうし、まあね、どうなっちゃう、破棄しちゃうの、まあ、二足三門というかで取引されたりとか、なるほど、なんかもったいないね、そうですね、そういうなんか流通とかもちゃんときちっとなんか整備っていうかなんか ねあれだよね、なんかかね、今だから流通もなんかもう本当に高値になってて大変みたいだよね、流通、そうですね、なんか漁師さんが取ってきたものもあの日本のマーケットだともう売れないってなってしまって、やっぱ中国とか他のところでこう買ってもらった方が高く売れたりするんで、なんかだって今中国でマグロすごく今あのブームみたいですよ、中国で、そうそう、おそうだよね、中国も、はい、そう、消費量増えてます、ね、聞いたよ、僕知ってるね、まあね、どこで勉強したの、どこで勉強したの、絵に描いたような、絵に描いたような、なんか喋ってよ、喋ってますよこの前あの中国の富裕層の方にもあの食べていただいて、あ、そうなんだ、はい、もうトップランカーの富裕層ですね、そうですね、へー、そうなんだ、中国のトップランカーの富裕層って半端じゃなくすごいよ ね、 そうですね、もう華僑の人だとかね、はい、もうね、異常だからね、そうそう、ちょっと話いきなりすっ飛ぶんだけれども、うん、めちゃめちゃすっ飛ぶよ、うん、そんなにあの、うん、今日そうめっちゃすっ飛ぶけど、うん、今日さ、うん、あのちょっと私がボイトレさせていただいている生徒さんの、うん、あのアスカちゃんっていう子が、うん、さっきのそうそうそう、今ねあのちょっと見学でね来てくれてるんだけれども、うんうんうん、あの彼女ね船舶の免許持ってるのよ、雄大さん持ってるよね、僕も、はい、そうだよね、はい、うん、だから共通だなと思って、で彼女は、うん、あのまあ、まだ船はね、うん、あの持ってないから、うん、あのマリーナでレンタル、あいいです、ね、そして、なんか、はい、羽田のこう離発着とかほーって見ながらなんか行って帰ってくるみたいなの、うん、しかも、ね、あのオフの日に一人で行くみたいだからおい一人で行くなみたいな、なのでちょっとみんなをさ、ね、 あれしていいよね、一人で運転するのはしんどいって言ってたから一人で運転するの、雄大君と、そうそう、雄大君と一緒に、アスカちゃんと行って、そうそうそう、で大地君も来て、そうそう、でマグロ釣ってもらえばいいの、美味しいマグロをね釣ってもらえばいいの、釣れるか分からない、東京はボラとかねハゼとかあれしか釣れないマグロなんて釣れないからね、そうだよね、だからまあそんな感じでさ、ね、なんかちょっとさ、うん、ね、そういうのも面白いよね、時期のマグロ、うん、あ、なんか急に音が欲しくなったよ ね、 ね、あ、本当私だけ、あ、いいやもう、うん、はい、そんなことがあるとね、うんうん、楽しいなと思ってさ、うんうんうん、ちょっとあの遊びの企画もちょっとあのしましょうね、なんかね、うん、でものりちゃんさ、やっぱりこの奇跡のマグロって食べてみたいね、食べたい、ね、だってネーミングが奇跡なんだよ、うん、奇跡ってすごくない、奇跡なんだよ、ね、だから奇跡のマグロだからめっ
ったに食べれないマグロなの。そうなのよ。奇跡だから。そうなの、奇跡なのよ。だから子供がさ、その時食べて、うわーこれうまいな、奇跡のマグロやって言ったぐらいだから、よっぽど感動したんだろうね。本当そうだね。本当にね、そんな僕の目見つめないだけだから、ずっと目見られてるとね、うるうるしますね。うるうるしちゃう。ねえ、まあちょっといろいろね、楽しみだわ。なんかさ、船舶、船とかって、今ほら、ちょっと暑いからさ、うん、ちょっとあの外に出らんないで、中にずっといることになっちゃうからさ、うん、あのちょっと日差しが弱まったさ、うん、やっぱ10月ぐらいが良くない？どう、うん、秋は気持ちいいでしょうね。気持ちいいよね。マグロは10月も美味しい？全然、あの遠洋漁業なんで、うん、冷凍マグロなんで、うん、はい、いいものいつでも美味しい、はい、あ、いいな、ちょっと10月ぐらい ね私の誕生日もあるしさ、はい、何言ってんだろう、10月ぐらいとかなんかそう、ね、そういうイベントがあるの嬉しい。田中国になってるよ。何なんだろうこれ。でもあの宮川大地君はこれから、はい、例えば自分のこういうふうにしたいとかいろいろ展望があると、うん、どういうこれから計画をというか、この先ね、この先、はい、なんであの今や日本だと生のマグロが、うん、一番おいしいみたいな文化があるんですけど、でも全然その冷凍のマグロの方がむしろ鮮度が良かったりとか、うん、臭みがなかったりとかっていう 強みというか、まあ違いがあったりするので、うんうん、もうちゃんと全体的にその、まあ、一部の業者さんがなんか勝つような仕組みじゃなくて、もう全部のマグロの価値を上げて、うん、奇跡のマグロを世界一のマグロ屋さんにして、うん、でちゃんとずっと食べ続けられる。あれさ、はい、僕よくわかんないんだけど、いろんなところでマグロ、まあ、お寿司屋さんでもそうだけど、保存の仕方も大事なんでしょ。あ、そうだろうね。それによって臭みが出てきたらとか、保存の仕方が悪かったら、はい、それって大事だよね。めちゃめちゃ大事です、はい、ね、どう保存するのがベスト？家庭だと、家庭だと、まあ、あのなんどうしても徐々にそのドリップみたいなのが出てくるので、あ、まあ、なんだろう、出たらキッチンペーパーで拭いてあげて、キッチンペーパーでね、うん、まあ水気をなるべく取った状態で、ね、はい、寝かしてあげるとか、ちょっとそういうこまめな、はい、ちょっと一手間みたいなものが必要だったり、でも今冷蔵庫がめちゃめちゃ優秀だから、うん、まあまあ ね、 そうね、すんごい優秀でしょ、ね、だってね、で、うん、家電屋さん行って冷蔵庫見ると30万とか40万とか、うん、いやこれバッグ買えるじゃん、え、そんな高いの？そうよ、冷蔵庫、そうよ、だから私も家電のスタッフの人に見ながら、はい、これバッグ買える、まあ、買えないって言ったら、え、バッグですかって言われて、え、バッグ買えるじゃんって、本当よ、高いのよ、いいやつは本当そう、はい、30万40万全然するよね、うん、洗濯機も、いや、もう、あ、そう、みたいな、高みたいな、そう、でもなんかいろいろね、でもいろんなものがついてんだろうね、冷蔵庫の機能がね、ちょっと皆さんいいですか、また腰をって、これ私のこの新しい曲、あ、はい、この9月13日さっき話したね、9月13日、リリースされます、アンチエンジングピーですね、何回聞いてもいいとこだね、なんだって、もっと大きい声で言って、大きい声、素敵な声で、ありがとうございます素敵な声だよね、うん、何回聞いてもいいな、これ、作詞と歌唱が、まあ、木村のりおで、はい、させていただいております、はい、いい女だね、いつもね、この歌を聴きながら木村のりおを見るとね、感慨深い、ね、何その感慨深いか、いつも一緒にこうやってわちゃわちゃ楽しくやらせていただいてるのりおさんが、いやいや、素敵なね、もうね、雄大君がいいね、もう、しみるな、こうやってできてるんだよね、雄大、そうで、やっぱりさ、このせっかくね、お知り合いになれたこのね、ご縁でさ、やっぱりそうだよね、10月私の誕生日もあるからさ、そうだよね、ま、だからやっぱりその船でさ、だからほら、のりちゃんさ、あすかちゃん、今度ほら、大地君も誘って居酒屋でも飲み行こうよ、居酒屋かあそこが一番いいんだから、まあまあまあ、ね、あれもいいよね、そうそうそう、居酒屋行こう、ね、でも船は船でちょっとなんかやりたくない、それはなんか企画してね、ね、だってあすかちゃんと2人、うん、ね、雄大さんとさ、そういうこと、そういうこと、ちょっとハンドル持っててぐらいは私もできるから、うん、車運転できるから、そうですね、行くも無理は分かんないんじゃない、免許持ってる、船舶も持ってない、あ、持ってないんだ、運転したことないでしょ、運転したことないです、ないです、お父さんは持ってんの、いや、仲がいいなんで、船の仕事が、あ、そうか、それはまた別なんだね、そうだよね、雄大さんは船、はい、な、あの、うん、9、な、何、1級、僕1級、船舶、同じだ、彼女も1級って言ってた、ね、そうだね、いいな、ちょっと楽しみだな、俺も免許取ろうかな、あ、え、なんだ、あ、でもね、いつ帰れば取れるって、うん、結構あっという間に、はい、あっという間に取れるんだって、取ろうか、取ろうかね、
一回ね、その前に、ね、幹細胞を打ちに行こう。そうだね、あぜひ、はい、で俺も一緒に行けって言うんでしょ。そうそうそう、ちょっと待って、もうエンディングだけど、その幹細胞はさ、うん、あの何、うん、雄大さんもまたあれ、はい、自分で、うん、あの自分の会社、え、何、自分のクリニックで。すごいね、初めて聞いたね、幹細胞っていうのね。また新しい授業でやってるんだよね。幹細胞は前になんか、うん、打ってたんだよね。はい、そうだよね、はい、で今度新しいクリニックで、うん、そうそう、今は東京駅だけど、そう、はい、渋谷とか、そうですね、銀座とか、その辺でも6社ぐらいある、うん、すごい、そう、すごいよ、幹細胞ね。ねちょっとやろうか、誰でやる、ピッて上がるからね、ピッて上がる、ちゃちゃぷくぷくシワがなくなるよ、さっきのジャケシャみたいになるから。あ、今ジャケシャって言わない、大地くんね、いい男なのよ、雄大くん、どんじゃけたのか、もう、ね、大地くんもそうだけどね、まあ、ね、よくね、大地さんご存知だと思うけど、そうそうそう、ほんとね、火の打ちどころがないって、うん、もうなんかね、大谷くん張りよ、うん、ほんと大谷くん張り、私、うちの友達とか、うちの母とかにも、うん、大谷くん張りだから、すごいからねって、いつも言う。ね、だから本当にね、お二人で頑張ってね、もらってね、また居酒屋行って飲んで、もういつもベロベロに目がね、こう死んできて酔っ払って楽しい話をしてね、今度参加してね、ぜひお願いします。マグロのね、美味しい奇跡のマグロを食べてね、はい、ということで、あっという間にエンディングとなってしまいました。はい、ということで今日は、奇跡のマグロ代表の、宮川大地さんにゲストでお越しいただきました、はい、そしておなじみの石川雄大さんでお届けをさせていただきました、ありがとうございました。それでは皆さん一緒に、はい、お聞きいただいた方、ご覧いただいた方にバイバイしてもらいます。それでは今日もご覧いただきまして、お聞きいただきましてありがとうございました。バイバイ。いやー、いい曲だねこれね、素晴らしい、いい曲だ、9月13日